前節ゲーム1ゲーム2ともに2桁得点。ここはブロックショットヘソン、そしてそのまま取った、取りました。デクアン・ジョーンズのマッチアップ見事に制して、最後はスリーポイント、イーダブロックショット、デクアン・ジョーンズに対して、そしてそこからボール持ち込んでイーダのスリーポイントにつなげたと。松崎、ここは見事なアリウープだ。一度ボールを落ち着かせます、ヘソン、ウエラ入り込んできてフローター。佐岡、飯田スリーポイント、3本目です。バーグスリーは打たない。ブラントへ、ショットクロックが迫ってきた、フェイダウェイサイドから見事に決めました。リースバーグ鮮やか、先ほどは失礼、シュートモーションではありませんでした、スローインからの再開になります。バーグのポイント入りました。これは2ポイントです。今日の注目でもあります松崎健人です。飯田またスリーが来る、今日5本目。外へスリーポイント、鮮やかに松崎。佐岡、ヘソンから外、飯田躍動しています。飯田です、松崎スリーポイント来ます。さあ2本フリースローを決めて再び19点差、中入り込んできて浜高、そしてディメッツいますがジョーンズに渡します。向こう側中西、この5人です。ダブルクラッチ、鮮やかに決めていきましたデクアン・ジョーンズ。これで 6-0 のラン。今度はさあ一つアダムス、ここで流れを切ったか。そしてこの4クォーターと西宮徐々に迫っています。バックダウン、ダブルチームを超えてディメッツとのワンツー、そしてバスケットカウント。ディメッツこの4クォーター3連続得点。そして上田が取った、このバウンスパスはカットだ。今度は松崎の好プレー、ユーロステップ踏んでボサンダンク。ポーター、素晴らしい活躍を見せている。外からのシュート、スリーポイントはリングに渡った、ボール残したブラント、サオカ、そしてブラント、ウエラが最後1本を打つのか、そのままボールキープに終始しました。試合終了、92対82。